皆様こんにちは。本日から、月曜日と金曜日なんですけれども、3時30分からマーケットトゥデイというのをこの株スター7110からお伝えいたします。月曜日と金曜日ということで、来週の見通し、そして今日は月曜日ですので今週の見通しということも含めまして、マーケットを簡単に振り返り、そして今週の見通し等を今日はお伝えしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。それではまずはじめ、日経平均株価の方なんですが、15,890円で引けておりまして、一時期200円高を超えるような状況にもなったわけなんですけれども、若干売り物が出まして182円高で引けているということですね。やはりその先週末のニューヨークの大幅高を交換しまして、本日ですね、為替の方若干円安進み鈍かったんですけれども、円安の方進み鈍かったんですが、堅調に推移したという形になっております。それではパワーポイントの方をちょっとこう皆さんと見ながら確認していきたいんですけれども、まずは今週の日経平均株価予想レンジというのがこちら出ているかと思います。青いラインで15,700円というのが、今週私下値、この程度を見ているということでありまして、そして、上値のところなんですけども16,100円ということで、本日はニューヨーク株高を反映しまして、高く終わったわけなんですけども、昨日以降ですねの株価の堅調な動きを反映しているという形になっていくんですが、おそらくですね、これから日銀の金融政策決定会合が開催されますので、そこでおそらく金融緩和期待というのがかなり日本のマーケット入ってきているかと思われます。そういった中で、本当にですね、金融緩和が続くのかどうかと、何か緩和的な発表を黒田日銀総裁がするかどうかということも含めましてですね、もしなかった場合はですね、若干こう弱含みの推移をしていく可能性があるのではないのかなというふうに思っております。ですので、ちょっとこう15,700円程度の調整もあり得るんじゃないのかなというふうに想定しております。そして次のところなんですけれども、もう少し長いスパンで見ていきますと、私このような形で年末から年始にかけてのレンジを想定しております。おそらくこの今の10月というところが一番日経平均株価で高いところをこれからつけていくのかなということです。被害の上の方には好材料書かれておりますけれども、中段青いラインで調整局面が来るのではないのかなということですね。これはヘッジファンド、そしてあとはアベノミクスの期待などの剥落ということで、こういった観点からもしかするとまた15,500円前後のところにですね、日経平均株価が突っ込んでくる可能性があるんじゃないのかなというふうに思っております。そして消費増税対策などが出まして、景気対策にもなるかもしれませんが、緩やかな上昇局面を経まして、12月末で16,000台の前半ぐらいではないのかなというふうに思っております。これが簡単に今振り返ったわけなんですけれども、そして本日ちょっとこう注目していただきたい銘柄とかございましてですね、プレス工業です。今チャート出ているかと思うのですが、このプレス工業に関しましては何をやっている会社かといいますとですね、次のチャートを見ますとですね、トラック向けの主力の自動車部品メーカーでございまして、フレームとかアクセル、車軸関係のところですね、そういったものを手掛けている会社です。主要顧客はイスズがトップなんですけども、非常に製品内容いいということで、ダイムラ、三菱ふそうですねとか、最近はボルボとかマツダ、日産とかもそうなんですけども、受注が増えてきているという状況にあります。今期業績の方なんですけども、イスズの方のタイの工場の稼働率が低かったということもありまして、この業績見通しを出した当初というのはですね、イスズの業績予想をも下回るような主力の納め先のですね、の業績予想を出しておりまして、減収減益というですね、非常に慎重な業績予想を出しております。でも足元タイの方ずいぶん落ち着いてきておりまして、ピックアップトラックの生産などもですね、戻ってきております。中国の研究向けの部品なども回復が予想されまして、おそらくこれからはですね、タイでの GM とイスズの共同生産でこのピックアップトラック拡大されてきます。このピックアップトラックのフレームを作っているのはこのプレス工業でございますので、プレス工業に関しましても恩恵が出てくるのではないのかなというふうに思っております。もう一度チャートのちょっと振り返りますけれども、これ週足のチャートでございますが、
株価の全体的な調整を受けまして、400円台前半ぐらいまでこう落ちてきたわけなんですけども、いい押しになったんじゃないのかなというふうに思っております。過去の調整局面というかですね、480円ぐらいのところで、株価上値を重たくしておりました、この辺の水準のところなんですけども、そこをですね、明らかにこう上抜けてきたところで一旦足を負けたような状態になってきたかと思います。おそらくこの、過去つけたですね、高値を目指すような展開に今後変わっていくんじゃないのかなというふうに思っております。はい、続きまして、日本空調サービスでございます。この日本空調サービスに関しましても、どのような会社かといいますと、建物の設備サービス、空調関係のサービスを手掛けている、独立系の大手で、あります。この会社の7割が空調設備でありまして、保守管理を得意としておりまして、部品大きく売り上げなくともですね、管理機等で収益を上げていけるという、堅調な収益を上げている会社でございます。関東圏の大病院に多く空調システム関係を収めておりまして、管理サービスなども手掛けているという会社でございます。だいたい関東での大病院のシェアは3割程度ございまして、これからもですね、関西系のところで、経済特区も含めまして特区構想がいろいろ出てきているかと思われるのですが、その特区の中で病院の空調関係のところですね、この会社、関東の大手病院のシェアを、高シェアを生かして、今後は関西その他のですね、特区の方に進めていきたいということですね。チャートの方をもう一度すみません、ちょっと見ていただきたいんですけれども、800円どころのところを上値を抜けてきまして、これも週足なんですが、なかなか上昇基調の時には買えないと思うんですけども、一旦こう株価下がってですね、移動平均線のところにこう重なってきたようなところになってきておりますので、買いタイミングとしてはちょっと面白いんじゃないのかなというふうに思っております。ちなみにこの会社なんですけれども、PER の方がまだ16倍程度でございまして、配当利回りも 2.5% 程度ありますので、配当面で注目されてもいいと思いますし、 PR も割高感はないということですね。おそらく期後半にかけて業績の情報修正なども期待できるんじゃないのかなというふうに思っております。以上2銘柄程度なんですけどもお伝えしましたが、足元ですね、チャートのご用意はないんですけど、もう一つは日東工業というのがございまして、日東工業に関しましてはこれはですね、今回の相場のイメージと同じような動きをしている銘柄なんですけれども、こういった銘柄の中でもですね、日東工業に関しましては、プレス工業はこちらは自動車部品関係の会社でございました。そして、日本空調サービスに関しましては、ビルのメンテナンスと空調を手掛ける会社ですね。それ日東工業に関しましては太陽光発電を手掛ける会社でございます。そちらの方の管理運営をしていて、その中の中のボックス関係を手掛けているんですね。これから、リニアとか高速道路、たくさん社会インフラ設備投資増えてくるかと思いますけども、そういったところで必ずボックスが必要になってくるということで、日東工業の方も引き続き注目していきたいなと内藤証券の方では考えております。日東工業に関しましては業績の方もですね、上振れ基調で推移しているわけなんですけれども、おそらくなんですけれども、中間期の段階で何らかのアクションが出てくるのではないのかなというふうに思っております。PR に関しましてもまだ11倍程度の評価ということで、大きくですね、動く可能性も少し秘めているんじゃないかなと思っております。それではもう一度全体的なイメージ振り返っていきたいと思います。まず今週の予想レンジのところなんですけれども、先ほど言いましたようにですね、1万6000から1万5700円というところですね、おそらくこのところに大きく、ですね、ちょっとチャート窓を開けておりますので、この窓埋めをするような段階1万6000というのが100円というところがある程度ですね、タイミングとしては今週期待して動いてくるんじゃないのかなということですね。ただそこから先の上昇を考えますと、やはり国会での景気対策の動き、それとですね、日銀の金融緩和に近いような発言が出るのかどうかといったところですね、そういったところが確認できるかどうかというところです。内容ですと、この窓を埋めてその後ですね、ちょっとこう下に向く可能性があるんじゃないのかなというふうに思っております。おそらく金融緩和直接的な発表はないかと思いますけど、もし発表した場合はですね、この1万6000円を超えていって、また元来た9月25日につけました1万6370円、
74円というところを抜いていく可能性というのも一部考えられるんじゃないでしょうかというところです。以上、駆け足でしたが、マーケットトゥデイお伝えしました。今後ともよろしくお願いいたします。